위해서 요즘 열심히 한 장 준비 중이랍니다. 무침다 지금 열심히 배우고 있어요. 부상 투혼으로 열심히 배우고 있습니다. 기대해 주세요. 아, 너무 치고 싶네. 시끄러울까봐. 짠! 첫 사이즈에서 안 걸리니까 윤희와 이완이의 어릴 적 모습입니다. 귀엽다. 탱크라 이거 왔다. 야, 움직이지 마, 움직이지 마. 아니, 저 괜찮아요. 동생 누구한테 말해요? 아, 저 괜찮아요. 아, 저 좋아요. 그냥 가요. 元祖ラブコメ職人ヨンウジン主演最新作、キムセジョンとの共演で心躍る最高のケミストリーを奏でる。노래를들어야잠이온다고하더라고요。서로재워주는사이거든요우리가。ストップ。オーケストラのティンパニストを目指すホンヨン、オーディションを受けるも落選続き。おまけに不眠症にも悩まされ、何もかもが絶不調。そんな中出会った謎の男チャンユン。アルバ구하는중이에요。혼자살면불편한것들、예를들면잠이안올때이브닝콜을해달라든가이런거。노래도해줄수있어요？네눈물다가주。彼の歌は超絶音痴だった。이사람노래를듣고있으니들끓던마음이잔잔해진다。너내일10시까지연습실로와라。긴장바짝하고。奇跡的に憧れのオーケストラに入団できたイオン。そこに同じく入団してきたのは사라니。우연히본게세번도넘는데뭐가안이상해？나한테관심있어요？많아아주。우연신없어？ユンの積極的アプローチに困惑するが、次第に惹かれていくイオン。어쨌든신기한것같아요。しかし彼女にはある秘密が。그후유증으로세달치기억이사라졌다。없어진기억속에뭐가들어있는지알고싶지않냐고。そしてユンにもある思惑が。혹시나를처음부터알고있었어요？당신이름장윤아니지？진짜목적이뭐야？솔직히별로상관도없고네가누굴좋아하든말든기억하고싶지않아도기억해내。그날을기억하는사람홍영씨한사람밖에없어。부탁이야제발。二人の出会いは偶然なのか運命なのか。차라리처음부터말해주지그랬어요。내가윤씨좋아하기전에。ヨンウジン、キムセジョン、そして多彩な魅力を放つキャストが勢ぞろい。恋も人生も悩める不眠症女子とベールに包まれた音痴男子が繰り広げるロマンスラブコメディ。줄수있는게이노래밖에。진정경이롭다이마성의목소리。君の歌を聴かせて。